湯沢屋 YouTube チャンネルへようこそ。私ナビゲーターの山田真由子です。寒くなって乾燥してくると、新型コロナウイルス感染対策やインフルエンザ予防対策としてマスクは必須アイテムですよね。でも、もっとおしゃれでファッションとして楽しみたい、子供に可愛いマスクを作ってあげたい、自分で作りたいけど生地は何を選んでいいのか、そんなあなたのニーズに湯沢屋が応えます。世界に一つだけあなたにぴったりのおしゃれなオリジナルマスクのご紹介です。湯沢屋の店舗には様々なマスク用の生地があります。お近くの店舗にない場合はオンラインショップで取り寄せることもできますのでご利用ください。今回はデザイン性に富んだマスクの表地を中心にご紹介します。まずおしゃれなマスクを作りたいとお考えのあなたにはこちら、リバティです。英国王室御用達、最高級コットンロールプリント、タナローンという最高級の綿生地を使用。見てください、この上品な色使い。寒い冬でも口元には春の装いがあふれ、コートやセーターとのコーディネートが楽しみになってきますよね。65cm×50cm でお値段は1280円、マスク6枚分作れます。お次はファッション性の高い南仏プロバンス地方の伝統柄ソレイヤード、65cm×50cm でお値段は780円、マスク6枚分作れます。今年の流行を取り入れたいと思っているあなたにはこちら、カラーレースです。秋冬流行のくすみカラーを揃えました。65cm×50cm でお値段は780円、マスク6枚分作れます。そしてお子様にも可愛いマスクを作ってあげたい、そんなあなたにはぴったりのこちら、アンパンマン。すみっこ暮らし、人気キャラクターを肌に優しいダブルガーゼにプリントしました。65cm×50cm でお値段は780円、マスク6枚分作れます。最後はご主人や彼氏にプレゼントしても喜ばれるこちらの2品です。ワイルドに見えるデニム調はデニム好きな彼氏に、落ち着いた和調柄は幅広い年齢層に人気で、ご主人から若い人まで喜ばれます。どちらも65cm×50cm でお値段は480円、マスク6枚分作れます。今回ご紹介した中から私が選んだマスクの生地はこちら、表地はリバティ、裏地は保湿加工をしたウルオニットで、オリジナルマスクをハンドメイキング。ではこちらで作っていきたいと思います。まずですね、こちらが湯沢屋の型紙です。こちらがレシピになります。こちらは店頭で無料でお配りしております。この大きさの布はこういう風に、取っていくので、こう6枚マスクが作れます。こちら最初に中表で縫い合わせるので、こう内側に折って重ねて切っていくと、この先が楽に進めていけます。1センチのところで縫っていきます。この開くのはアイロンをかけると、あとでステッチを入れるときにぐちゃぐちゃってならなくて、中表に合わせました。これを縫い合わせていきます。1センチのところで縫っていってください。こちらも縫い合わさりました。筒状になっているので、こう
中に出していくと表向きになります。逆も三つ折りにします。できました。完成です。裏地がとってもすべすべしてて気持ちいいです。どうですか？こんなにおしゃれアイテムなマスクが自分で作れるなんて嬉しくなっちゃいますね。さらにマスクの詳しい作り方を知りたい方はこちらを見てください。それでもうまくマスクを作れるかちょっと心配という方、大丈夫です。私の今いる湯沢屋芸術学院ではマスクの作り方講座を随時開催しておりますので、お気軽にご利用ください。さあ、あなたも湯沢屋で自分の好きな生地を選んでハンドメイクしてみてください。